赤だし赤だし背よ赤だし赤だしトリップはいお礼です。さあ今回ラーメンバリを豊洲店ということで、江東区東雲でございます、うん、ね、はい、目立つ来ましたね、臨海線の東雲駅と有楽町線の豊洲駅、どっちも利用できますということで、真ん中というか真ん中にあります、うん、はい。でこちらはあのつけ麺の辻田さんがプロデュースしてるお店でしてね、うん、はいはい、あの港区を中心にね結構展開してる、うん、港区そうなんですよ、虎ノ門とかこっちの方にこんな洒落たところに、まあ、日本橋は中央区、あ神楽坂は新宿か、そっけー各所にあるとあのあります、はい、都会に結構あるお店ですね、うん、でラーメンつけ麺味玉ネギラーメン豚増しいろいろあるんですが、まあやっぱね豊洲の港湾エリアで二郎系を食べられるということで、うん、ねえやっぱ海沿いのおしゃれな場所で豚増しラーメンということですよ。市場の方もね、まあ近い近い、もう散々魚見てるからもう陸の、豚を食べています。あ、豚、陸の豚、海の豚、イルカだよね。こちらですね、わおということで、わすごいな、豚増しラーメンの油増し増しの野菜増し増しにこれネギをね乗っけてるんですね、一番上に。で、別皿なので普通はこうやってきます。あ、はい、これがデフォというか、ネギは乗っけたんだ。ちょっと乗っけてやっぱ食べたいなと思って自分で、はい、乗っけました。標高でも野菜だけでも結構高いですよ。そうですね、はい、そしてですね、コールはなんと食券を提出するときなんで、出して待ってたらかなりちっちゃいのが来てしまいます。あ、じゃあもう最初に言うというか、ちゃんとしっかりと、申し上げてください、うん、ね、通常は豚3枚、豚増しにするとプラス3枚ということで、なかなかね、うん、豚増しで、あの、2枚しか入らないところもある中、うん、6枚入るという。倍。太っ腹。まあ、太い腹は僕ですけども。おっと、認めたついに。そこからスタートしていく感じで。いきますよ。はい。なんと口の中の体温でね、溶けてしまうような豚さんですね。とろとろ豚です。その後直後にね、この黒胡椒ごま油で、あえて、これデブネギなんですね。デブネギ、デブネギというのは一見ネギ細いかのように見えますが、もう本当にデブでした、このネギは。デブな、あ、ネギがデブなんだ。ネギがデブです、はい、デブにさせてしまうネギとかじゃなくて、いただきます。デブネギです。その後はネギ豚です。あ、デブネギ豚、ね、デブネギ、デブネギ豚、デブを組み合わせてるんでね、こりゃうまいですよ、うんうん、これはぜひともやってほしい。さあそして、うん、チャーシュー豚をね乗っけてネギ豚にしてまた食うのかと思いきや、ここに黒胡椒なんですね。いいですねこれ。デブネギ豚プッパーね、でどんどん増えていきますけどね。あー、くたくたくた、これなんですよ、うん、ね、やっぱりごま油が効いてるんでね、ものすごいインパクトありますね、これね。そう、それは、はい。さあそして引き出していく油野菜、一気に、あ、いきました。いやー、これね、どっちかっていうとくた野菜なんだけど、まあ、油はね、味付けない、うん、天然油ですね、これね、うんうん、でインスパイア系で最近みんななんか味付け流行ってるけども、天然でいきました。熱いっす、はい、非常に熱いっす、まあ、中に入ってるものをね、あ、そう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 、ギュッと中で保温されてるので、うん、ハフハフ言いながら食うのが僕は好きですよというね、うん、食べにくい熱さが僕好きです、ね、食べにくい熱さがそんな熱いんかいぐらいの熱いんですよね。あってきました。しょっぱレベルは 3.8 なんですね、うん、3.8 だからってかけすぎじゃないの。いやいや、辛めコールないので、うん、序盤から野菜にかけて味付けしていくのもいいでしょうと、うん、いうことをお勧めしていきたい。あ、そして、うん、いやね、食えらせていきました、エンギを、ね、これ豚の芳醇の香り、これがバリオさんの特徴なんですけど、店内でねすごい香りがいいんだけども、それに加えて野菜のうまみも来てるし、醤油のすっきりした切れ味も主張してくるね、バランススープなんですね、はい、麺がすごいな。なるほど、気づきました、三河屋製麺、あ、はいはいはい、燻製の特注なんです。三河屋さん、三河屋製麺ね、三部地ね、三河屋ベースってね、結構家系とかでも使われてる。あ、そうですよ、そうですよ、はい、まあ、うどんのようなねコシともちもち加減が、バリオさんでは非常に特徴的で、うん、ございましたね。油が多いんでやっぱりこの麺のインパクトも強い方が負けずに戦えると思いますね、うどんの中で。インパクト、インパクト、インパクト、インパクトね、そうですね、ツルツルとしていて、すするのが心地いいですね、心地いいです、ほうほうほうと納得をしていただいておりますが、今回天地がいいですよね、それでちょっと時間かけましたね、かけた、ま、かっちゃって、かったネギをからまあまあそういうことですよ、勝手に、それ麺にねスープが塩気が染み込んでね、逆に美味しかったですね、ただ伸びてなかった、あ、なるほど、
はい、もう麺が強いから、ね、そうね、あでニンニクはねセルフなんでもうレベル4ですわ本当に、うん、なかなかねカウンター上にいっぱいあるんで何のレベル4だニンニク界のレベル4ですニンニク界の、はい、量の話じゃなくてあのインパクトというか強さですね、はい、粒も大きいんで、ドカッと入れてもいいと思います。マックスレベルは何だったんだろう。確かね、何分の4だったのかっていうね。いやちょっとそれは明かさずにね、いきますか。じゃあ高いっていうことだけは高いです分かってる、まあ、スープがね優しいんでこう荒々しく味変するのがねちょうどいいんじゃないでしょうかということですね、うん、あの後半飽きずにすすれる典型的な例ですこれは。なるほど、はい、ほうほうほう。あそしてあれなんだこれ、これですよ、特製の読み方が書いてないんですけど、おそらくカラハナではないかなと。カラハナ、これなんとね、ニンニクと唐辛子がブレンドされた調味料なんですよ、これ。あー、なるほど。結構美味しいです、これ。はい。ただ、唐辛子の方が強いんで、一杯がおすすめだよって書いてあったんですけど、僕的な舌では半分かなと。ちょっと辛めが苦手なんで、辛さは。結構辛くなって。結構辛くなります。あの、スープの量、ばっかり。あー、本当だ。かなり真っ赤なんですね。ということで完食、ごちそうさまでございました。あー、来ましたね。油量がもう 92.5 なんですが、88.816 になりましたね。母、入ろう。入ろう。ね、母さんもぜひ。パパ、入ろう。あ、パパも。パパも言ってた。パパも、隣イオンなんでね。ね何の情報ですか、急に。みんなで。入ろうぞ。パパ、あー、なるほどね。ファミリー。パパも入ろう。おっ、そっか。はい。パパ。パパ。あ、パパね。え？ごめんなさい、ちょっとあの、バパって聞こえちゃったから。バパ？はい。あ？舐めてんの？いや、舐めてねえよ。ごめんなさい、すみません。というわけでね、バリオさん、美味しそうでした。皆さんもぜひネギをトッピングしてね、食べてみてください。はい。ごちそうさんで。お願いします。Thank you.